始まり方やな。ちょっとアージナー腹ペコビーマニ生放送カッコカリ。はい、今週も始まりましたビーマニ生放送カッコカリ。皆さんこんばんは。今週のパーソナリティショッチョーです。よろしくお願いします。はい、ビーマニ生放送カッコカリは生放送でより最新でより旬なビーマニ情報をタイムリーにお届けしつつ、皆さんと生のコミュニケーションを取りながら一緒にビーマニを楽しく盛り上げていきましょうという番組です。いや、ついにこれを言う時が来ましたよ。というわけで本日のメンバーを紹介します。はい、こんばんは。いつもしょっちゅう王子の言ってますけど、うん、僕実は王子って言ってるけど一回も自己紹介ちゃんとしたことなかったんで、ここで紹介させていただきます。うん、小泉義彦です。どうぞよろしくお願いします。そして、はい、泉睦彦です。よろしくお願いします。はい、マッスルです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、とうとう、はい、ね、いつもコーナー、ね、コーナーそうなんです。っていうか最初なんかエンディングの曲になりませんでしたあれ終わったんかなってちょっとねそうですよね、ちょっと神戸やからね、いつもと慣れてない環境でやってるので、うん、最高の始まり方やな。大丈夫ですかね、皆さん、聞こえてますかね、聞こえてないとかもしねあればツイッターとかでどんどんいただければと思います。はい、ね、失礼しました。笑うたわ。もうね、いきなりびっくりしました。もうこれで終わり終わりかなって、ちょっと腰上げかけて何も言いたいこと言えてへん。はい、というわけで今日はここ神戸からこの4人でお送りしたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、では、早速ですが今日は、前編神戸と生放送ということなので、ギタドラとユビートの最新情報を紹介したいと思います。はい、はい、でそれを紹介させていただいて、その後、Q&A コーナーで、ユビートギタドラの、最新情報に関して可能な限り答えていきたいと思いますので、はいはい、皆さんハッシュタグ B 生、アルファベットの大文字で、BE で漢字で生 B 生、うん、はい、をつけて皆さんどしどしツイートしてください。お願いします。はい、じゃあもう早速いっちゃいましょうか。はい、はい、じゃあまずギタドラの方から、はい、はい、お願いします。ギタドラの情報です。はい、出てますね。はい、ギタドラオーバードライブということで、いよいよですね、マッスルさん、うん、はい、はい、振られた今日あれですよね、この
放送の前に、はい、小泉さんにプレイしてもらって、はい、でその動画をまあ流そうということ で、ね、それで見ながらで、ね、で、はい、あのジャイポなり、はい、いろいろと告知はしてきたんですけども、はい、まあ、あの動画で見せることはなかったので、そうですね、初お披露目ですよね、初披露ということで、はい、まあ、いろいろ見ていただきながらちょっと動画を見ながら説明していきたいかな。そうですね、じゃあ早速動画の方を見ていただきましょう。はい、お願いします。お、まだまだ今のこれいつものやつ、いつものやつですから、まあ、最初の、ね、タイトルから見ていただいて、初お披露目ですよ、はい、皆さんワクワクしてくださいね。ほらピンク、はい、流してこんな感じでオーバードライブですね。あのシステムも今流れてます。新しいシステムもあります。あのいつもとはちょっと違って若い感じのバックなんすか、はい、その表現だ。年寄りやったみたいな感じ。いや若返ったんですよ若返った感じ、はい、50歳ぐらい若返ったんですね。どんだけやっぱちっちゃなってもらうんですか。何やらね、キャラクターっぽいの出てるかなって思いますが、こういう世界観の新しいイメージ感っていうこと、色のイメージでやっていこうと、うん、発言も始まりましたね。小泉さんもプレイしてもらったけど、全然小泉さん出てこない出てこないですね誰がやってもよかったな、ね、なかなかね、ガラッと変わったイメージのガラッと変わった、うん、そして音部屋はまだ健在でよかった、はい、そしてここからがそうなんですよ、これ今度いきなり開いたんですけど、これがタブシステムと呼ばれる今回の目玉の機能なんですけど、こんな感じで曲選択画面で、ヘルプボタンを押すだけでポンと出てきて、これあの自分の、クリアがどんだけ進んでるかということで、何度別にその中からボタンを押すだけで曲線が変化するみたいな感じで、目標を見つつそっから、曲を選択しやすくということ。これ今これ見てるのがスキルの、カテゴリーでホット枠とパーザーということで、その枠ごとにどの曲がというのも、これは、新しい解禁要素、新しい解禁要素の画面もここで見たりとかして、下に課題曲とか見えたりとかする、まあ、そこから選んでいただいて曲選択する。これ多分ねホット枠から選ぶと曲線がついてる。なんかね、なかなか便利ですよ、はい、これ実際プレイしてもらったんですよね。そうですね、久々に皆さんね、うん、見るかと思うんですけど、ちょっと懐かしんでくださいね。これでもできるようになりますからね、もちろんムービーもついております。めっちゃ聞きなかった。難しいでしょ、自分とかしててもロングが熱い、やっぱその曲が長く遊べるから、やりきったからね。そうそう、これどれですよね、あの譜面はボタン用に、そうですね、過去やったことある人も新しい、ちょっと新しい、そういうことですね。懐かしさ半分、新しさ半分、こんな感じですかね、はい、まあ、ざっくりこんな感じ、ちょっと、はい、あの急ぎ足で行ったんで、もう一回振り返ってタブのところ画面だけ見ましょうか。はい、まあこの中で、まあ、ロング曲も新しいオーバードライブの目玉やったんですけども、まあ、このタブシステムというところで、この画面もこれも新しい、新しいところで、うん、ね、はい、曲選択中に、まあ、いろんな目標、フォルダ埋めとか、うん、まあ、難度ごとにどんだけクリアが進んでるのかとか、自分のスキルを見たり、ここはプレイデータを見たりとかなんですけど、いろいろ見つつ、まあ、遊び次の遊び、ね、次何したらいいかなとかっていうのは、ね、いいかなっていうのが見えて、うん、そこから直接曲選択にできるっていうところが結構あのやることに合わせて曲を選べるんで、はい、だいぶ面白く曲を選べるかなっていうところと、まあ、解禁要素とか、イベント関係のあのアイコン上の方に並んでると思うんですけど、そういうイベント関係のものもここで見れたりとかするんで、そこから
あのいろいろ、うん、まあ、イベントもどんどん追加していこうかなと思ってるんで、うんうん、そうですよね、はい、ここに増えていったりするそうですね、はい、であの解禁自体もあの今回キャンペーンという形でいろんな時間で、うんうんうん、あのイベントがあってそのイベントに参加することで楽曲の解禁が進むみたいな感じになってるんで、まあそこもホームページとか見ながら時間帯をチェックしつつ、はい、して、うんうんうん、今やってるあのイベントとかを、まあ、あのタブで見て、うんうんうん、でそこからじゃあ何の曲やろうって言って解禁進めてもらうみたいなところを狙ったりとかする、はい、そういう風な感じです、ね、これだいぶ選びやすいですよ ね、 そうですよね、うん、これかなりよね面白い感じになってる、うん、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。はい、はい、なんかタグシステムってツイートしてる人、はい、タグシステムどんなシステムなんでしょうね。どうなんですかね、帽子にバッジをいっぱいつけていくシステム。それは違う、タグ違い、違う、タグ違い、違う、タグ違いです。それじゃないですね。はい、スーパースターになれるとか、ね、それ全然関係ないです。あ、関係ないです。ちゃんと突っ込んでくれるんですとかね。全く関係ない。全く関係ない。なんで俺こんな怒ってんの。誰か怒る側に回らないといけな い、 みたいな。デリケートな問題なんで。ごめんなさい、本当にデリケートな問題ですね。ところで、はい、このオーバードライブなんですけど、マスターさん、はいはい、これいつからプレイできるんですか。そうですね、それ大事なことを言わないといけないですけど、これね、あのジャイポの時には3月上旬だとか、うんうん、出てましたね。そうそう、はい、だいぶのもう目処が立ってきたんで、そろそろ言っちゃおうかなと。言っちゃう、今言っちゃうんですか。今言っちゃいます、やめとこ、まあね、でもね、もう皆さんね、想像ついてるかな、予想ついてるしてるかなっていうところあるんですけど、じゃあツイートしてもらいましょうよ、いつって、まあ、ややこしい話じゃない、ややこしい話じゃない、言っちゃっていいですか、情報が人によって言う日が違うみたいな。バラバラの日に、ね、ややこしい、うん、まあ、うん、来週水曜日3月5日から、お、もうすぐじゃない、はい、5日になったらすぐというわけじゃなくてオンラインアップデート、うん、になってますんで、はいはいはい、まあ、アップデートがかかった店舗から順に遊べるようになるということなので、はい、な、店舗のお店のアップデートの状況を確認しながら、はい、遊んでいただければなと思ってますというところです。はい、わ、はい、かりました、まあ、その他ね、気になることがあればまたツイートいただければ、ね、そうですね、はい、今説明した、ね、こと、じゃあわからないよ、これどうなってんだとかっていうのもあれば、はい、質問どんどん答えていきたいなと思います、ね、はい、ぜひね、はい、僕と所長さんいつもね、収録でこのツイートとのやり取り、ツイートでのやり取りができなかったんです、ね、そうですよね、なんか今ワクワクしてみんな待ってるよ、待ってるよ、みんなツイート、一瞬前のツイートを見たりとかしてね、そうですね、生ならではという、そう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 、今日もでも一緒やったら悲しいよね、なんかね、あんまり来えへんかったとか言うと寂しいんで、よろしくお願いします、ま、はい、ぜひお願いします。はい、 はい、ギタードラの情報以上です。はい、ありがとうございます。では続きまして、ユビートの情報お願いします。はい、ユビートなんですけれども、まあ、ユビートの方もそうですよ、新しくなるよということで、まだまだ喋りますよ、ユビートのことも、ユビートも同じく、うん、ジャイプで発表してから、そこから、はい、あの時ちょろっと、うん、タイトル画面の動画を見させて、見ていただいて、うん、俺のパワポンはもう見ただろう、うん、あれもう一回見れるんですか。いや、見れない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 、まあ、あれも見てもらいつつ、あの時は、ね、まだそのイメージがなかなか恥ずかしい、ほんま、そう、分からなかったかなと思うんですけど、うん、で今ちょっとツイートとかでいろいろと情報出してて、はい、中でもそのコースモードとか、コースモードね、言いました言いました、気になるところかなっていうところで、うんうんうん、昨日告知したんですけど、うんうん、コースレベル10という一応難しいコースで、はい、ハードでクリアするとどうのこうのみたいな、判定が厳しいっていうね、厳しいですけど、うん、その判定がものすごい厳しいモードで、しょっちゅうがプレイしたらどうなるのかというのをね、はい、これも先ほど小泉さんのプレイの動画を撮る直前に、はい、私も渾身のプレイをはい、これあれなんですよ、92万点、あ、まあ、動画見ながら言いましょうか、あ、じゃあ、うんうん、そうですね、とりあえず見てもらいましょう、まあ、初お披露目の部分もあるんで、うん、ぜひぜひ動画じゃあどうぞ見てもらいながら、新イメージ、うんうん、これさっきも見たね、これこれはそれはギタードラでしょ、うんうん、ちょっと角度が違うでしょ、うん、自分でプレイしたんでしょ、はい、そうなんですよね、この前黒っぽいイメージになりましたよ、フルフェル、うん、どうもじゃあ早速やってみたいと思います。さっきはね、小泉さん映ってなかったからしょっちゅうちゃんと映ってるという、俺がやったぞっていうのをね、この辺もね、背景のように見るとかっこよく、今回ね、システム BGM とか、ね、
じゃあ一番右がいただきます。まあそのうち言うこともあるだろう。じゃあその時のね。あ、ごめん、進んでた、進んでた。コースモードを選んで、そうそうそう、はい、ね、あ、これがコース選択画面選択ね、いろいろあります。レベルがあって、いろんなコースがあります。レベルがコースの詳細曲とクリアするための、うん、まあ、その中に進むための条件があったりとかして、今回はパーフェクト率であったり、レベル10を。このレベル10のこれはハードもハードもハード判定で、かつ、スコアが92万点以上。そう、なんかとりあえず1曲目でもう92万点以上取っとかないと次の曲進めないし、今まで遊んだ曲の平均スコアが92万点以上だと次進めるので、まず1曲目は92万取って貯金作って、だんだんその平均点で92万点を超えるようにしないといけないんですけど、これ、まあまあ、ギガブレイクみたいな。まあだって普段別にハードじゃなくてもさ、これ何点ぐらい取ってるの？77万ぐらいしかいかないよ。やぶれいく、俺からよ。ってことはハード判定にしても、いや、もう偉いことになるんだよ。まあ見れば分かると思うんですけど、このニットマーカーなので、このマーカーだと今の黄色のがパーフェクトですよね。反則は多いですけど、いやいや、ちゃんと判定が、まず、これぐらいずれたらこういう判定になるんやなというちょっとプレーを。だね、こんな。いやいや、渾身のプレー。じゃあ、実際このプレーの前にちょっと練習してましたから。腕パンパンになる前に。ごめんなさい。気持ち悪い関係やめましょう。これは見てくださいプレーを。プレーを見てみます。20万ぐらい。結構半分。クリアできました、ね、クリアできるコースもあるけども、うん、まあ、今までと違った遊びでということで、これいや、ひどい、ほら7万点が50万点ということで、ひどいね、これ92万点いかないと、まあ、これはね、特別より上です。これコースリザルトです、ね、そうですね、まあ、こういうところもコースリザルトということで、はい、でもう2曲目進めませんでした。残念。クリアするとここにストーンがもらえる。惜しかったね、クリアできた、ね、惜しかった、全然でしたけどね。はい、まあ、ちょっと自分のに合ったところから上がってる、はい、まあ、自分に合ったないところから選んでチャレンジしてもらいたいなっていうところ。あれ、皆さんいかがでしたでしょうか。何やこれって、自分でコースのモードお流しになってます。佐藤ご期待ください。もう何撮ってるんすか。いつの間に撮ったんすかこれ。あれ最近コスプレ せな気がすまん感じ、ね、もうなんかね、もうこれあれでしょ、どうせ あの人に着させられてるんでしょ、まだ。そうです、もうやつですよ、やつに。俺を改造したやつですよ。マッドサイエンティストの。そうなんですよ。せやけど最近はまんざらでもない。結構喜んで次何しようみたいなところもあるんですよ ね、うん、多分なんかうん、せえへんかったら ないの、今回はないの、うん、喜んで自分から催促した覚えは一つもないんですけど、ね、いや、これからそうなっていくから、うん、ちょっとコスプレの話に行き過ぎて感じたイビートの話がそ, う、ね、それで来だしだ。結局何の格好やったんやっていう話をしたらいいの。その説明しないとね。そうですね、あれ何の格好やったんですか、うん、あれね、そうそう、今回の解禁システムで操作マキアートということで、ラテアートを完成させて曲を解禁していくということでね、ちょっと、ね、バリスタ的な、バリスタ的な、うん、的なね、あくまで的なね、的なね、ことをね、感じの格好しましたよ、はい、はい、とやりましたよという、ね、はい、そうですね、まあ、そのあたりも解禁要素もあの後にあってということで、はい、そうなんです、まあ、楽しみにしていただければと思うんですよね、うん、はい、はい、
さあさあこちらもそうですよ、いつからできるんだっていう話かっていうのが大事な話なんですけども、うん、実はほうギタドラよりも早くマジっすか、ギタドラもかなりもうすぐやった、そうですね、来週も水曜日なんですけど、うん、それよりも少しちょっと早い、なんと、うん、3月3日予定ということで月曜日からはい予定してますというところで、うん、ここもぜひ遊んでいただき楽しみにしてもらいたいんですが、これも同じくオンラインプレートがかかっている、うん、かかった順番に遊べるようになるので、うん、まあ、次の状況に、はい、次第で、まあ、遊べるようになりますよというところになっておりますが、指と操作今ビストロがスペシャルグルメイツが来店して、うん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 、最後のビストロやってますけども、期間がもう次のアップデートまで言ってたんですが、もうすぐですよ、今のビストロ操作で解禁できる楽曲が、うんうん、フルフィールドになると、当分解禁できなくなっちゃうので、あ、なるほどね、まあ、順次ビストロ操作の曲は解禁できるようにしていこうかなと思ってるんですけど、ゆくゆくはなると、ゆくゆくは、うんうん、ちょっとずつ追加していこうかなと思ってるんですけど、うんうんうん、今すぐは遊べなくなるので今のうちで解禁して しといていただきたいと思うので、そうですね、その方がいいでしょう、なんと明日からイアミズメントサイトで、うんうんうん、雇うことができるシェフがさらにパワーアップということで、うん、そうなんだ、そう、今も頑張ってるよ、うん、だいぶ三つ星シェフ、うん、料理によって効果が変わったりするんですけど、うんうん、三つ星シェフはもう料理に問わず今だと3倍効果で頑張ってるんですけど、そう、ね、うん、頑張ってる3倍よ、3倍よ、このスペシャルグルメイツ、うんうん、この2月になってから3倍やったんですけど、それがなんと明日からは10倍ということで、マジで本当は今解禁できてない人はすごいね、これでもう一気に一気に、うんうん、解禁してしまった方がいいんじゃないかなと、うんうん、いうところで、ね、せっかくなんで、ね、3月3日を楽しく迎えるためにぜひ、はい、最後、うん、やりあれ、うん、後悔ないようにそう、ね、やり収めていただければなと、はい、えっって、うん、っていう感じでぜひぜひやり収めしておいてもらえればなと思います、はい、はい、はい、じゃあ、指との情報は、まあ、とりあえずこんな感じというところ、はい、ここまで指とこう変わります言っといてアップデートして最初見たら所長さんのパワポみたいなイメージになっとったおもろいなそれはない、それはないですね、もうそこの裏切りすごいですね、ないですね、それはもう怒られるでは済まないですよ ね安心してください、はい、大丈夫です、なんかあれですかね、うん、質問とかもいっぱい来てるんですかね、うん、そうね、来てる？来てるのかな？まあまあまあ、いっぱい、お、まあ、まだもうちょっと後で紹介していきましょうか。そうか。じゃあ、はい、その前にですね、うん、もう一つ、まあ、これもちょっとね、お知らせはもうしてたんですけれども、はい、はい、ギタドラ&ユビーと魔法戦争キャンペーンの方の、はい、紹介を。はい。はい、ですね、こちら出てますかね。うん、はい。パワーアップの方が魔法戦争の、オープニングエンディングテーマが遊べるというやつが、やっております、はい、それから、キャンペーンの方ですね、サイン入りオリジナルグッズ当てようキャンペーンということでやっておりますが、はい、こちらの方もですね、ツイートしてリツイートして、応募皆さんしてくださいねということで、はい、お願いします、お願いします、はい、こちらもね、日があんまりないんでしょう、もうすぐ締め切りですよね、そうですよ、はい、もうないです、せっかくなんでね、うん、これゲットしていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくリツイートするだけでいいです、はい、はい、うん、じゃ あ,、はい、じゃあ質問いきますか、いっちゃいましょうか、 Q&A コーナー、はい、いただいてますかね、どれからいったらいいのかな、適当に、じゃあ僕選びましょうかね、これいいんじゃないですか、ギタドラで、ギタドラの、ギタドラ、はいはいはい、ロングやったことないので詳細お願いしますか、ロングはですね、うん、ちょっと掘り下げて言うと長いんです、ロングですか、はい、だ全然掘り下がってない気がするんですけど大丈夫ですか、以上です、あ、いやいや、でそれか、あ、それだけですか、うね、うん、ロングはそんな感じですか、はい、そうですね、詳細どうしようかな、長いんです、長い、2曲分、2曲分扱いで3分以上あったりしますね、はい、まあ、ちょっと長かったりします、ね、普段はねショートバージョンで1分半ぐらいから2分ぐらいな、まあ、大体それそうですね、まあ、フル尺で聴けたりとか、倍から3倍ぐらいの長さ、はい、聴けたりする、3倍はないなさっき言いましたけど、まあ、曲に没頭できるっていう感じ、ね、そう、そうです、まさにそうです、まさにそうです何にも答えてないのそうです、そうですしか言う2回言いました、ね、小泉さんに振ったのにいや、あまりにも難しい質問で、そうでもないですね、うんうんうん、
普段ねロング慣れすぎてて、うん、あの詳細って言われると難しかった、うん、でこれかなスキルはリセットされるということで、はい、今回ちょっとスキルシステムをちょっといろいろ新しい仕組み考えてるんで、はい、まあ、リセットされるんですけど、はい、なるほど、まあ、ちょっと、うん、新しいスキル楽しみにしてほしいなと、そうですね、いうところで、なるほど、はい、かな、他どれいきます、他どれいきましょう、うんうんうん、いやこれやめとこうやめときます、あこれな、それはやばい、さっきのねロングの話の続き、続きですけど、ロング曲のベース譜面の実装予定はってありますけど、ごめんなさい、あのないです、もう言っちゃいます、ないの、あのねベース実はねベース譜面作ろうと思うと一からやり直さないといけないですなので今回はありません、試してくださいと、うーん、それはしょうがないごめんなさい泉さん、はい、はい、あとこれギタドラ関係でいうとこれもギタドラ関係かな、不定期の楽曲追加はありますかというところです、はい、その予定ですよね、そうですね、楽曲追加はもう今まで通り、はい、あのどんどん、まあ、あの追加の仕方っていうのは、まあ、新しい形になってどうなるかというところ、方式は変わるんですけども、うんうん、あの、はい、追加はしていきます、そうですね、はい、まあ、楽しみにしといてくださいと、はい、いうところですかね、はい、じゃあ指と関係なのか、あと指と関係ですか、いきましょうか、なんかナイス、これとりあえず言っておりますか、称号パーツは引き継げますかということなんですけど、まあ、これは引き継げますということですかね、はい、引き継げますね、はいはい、あとは、所長渚の小悪魔クリアできるようになった、あこれは難しい質問ですね、あのねできてないですねあの後やりました、あの後ね何回かはやってるんですよ、やってるんだけどもう変わんないよね、もうなんか、うん、自力とかそういうことなんかな指糸こんなに好きやのに、うん、まあ、やっぱりいきなりあれをやるからダメなんだよねきっとね、そうなんかイベントでなんかこう、うん、なんかレベル10とかで、うん、あうまくいかへんのがちょっと面白いみたいになってしまったのか、そうね、それをね笑われるためにやってるみたいな感じになってる、ね、笑われるために、うん、レベル6とか7とか適当なところから、うんうん、そうそうそう地力を上げていけば、そうそうそう本当にねあのちゃんと下積みをしろよっていうことかな、ううね、うん、なんか真面目なコーナーになっちゃいました、ね、うん、そうだからこれもありますよ、うん、ほう神戸組で一番指糸がうまいのは誰、これはやっぱり誰だろう、僕ではないですね、この4人で言ったらそれはマッスル残念ながら僕ですね、僕のぞいての方が面白いですよね、うん、あそれはやっぱり所長さんじゃないですか、だいぶ今やばい、そう神戸組のヤバさがこうだいぶ露呈した、所長ができないって言った話の中でやっぱり所長になるっていうだいぶ露呈してしまいました、いやでもあんまり見たことないだけなんかもしれないですけど泉さんめちゃめちゃ上手いかもしれないです、泉さんあの初代サウンドディレクターですからね、指糸のどんなもんですかね、いや指糸はね指糸の指糸って例えるとなんすかね、うまさ、泉さんの指糸のうまさ例えたら、例えたら、まあ、うさぎと亀の亀ぐらいかなあかんほやけど最終的には最終的にはなるほど、ね、まあ、最終的にはやっぱウサギかなって感じかな、え、どういうことですかだから亀でゆっくりゆっくり行くけど途中で寝て終わってるみたいな感じですかね、ウサギと亀のあかんところを取ったみたいな感じそれダメじゃないですかってことでやっぱり一番うまいのはしょっちょう、いやなんかね申し訳ないね何が何が俺でええんかっていう感じ、まあ、このメンバーだ、まあまあこのメンバーだ、うん、ね、僕が下手すぎるので、はい、いやいやそんなことないそんなことないいやいや、なんこれとか、ああこれさっきの話も変えます、コースモードは必ずハード判定なんですかということなんですけど、いやこれ必ずではないです、あの今のレベル10のやつをやったんでね、そうですね、そういうことになってたんですけど、コースモードはもうそれぞれ条件が、うんうんうん、全然いろいろあったりするんで、はい、コースによって違うっていうところで、うんうん、そのうち一つのコースが、まあ、ハード判定が条件に含まれているコースですよというです、ね、そういう感じです、はい、こういう質問が来るってことはえらいもん見せてもうたということですよ、違いますかどういうことですか、どういうことでこんな難しいんちゃうのって、はい、なんか質問回収班が全然ぼーっとして休んでるんですけどもう安心してんのかな、もうこれでいいって感じですか、うん、ギタドラとかもっと欲しいですよね、うん、せっかくならなんかギタドラ逆に
語りたいこととか小泉さんないんですか。なんか質問くればいいですけど、ね、欲しいですよね、もっと喋りたいですよね。いやでもええ時間になってますよ結構。マジっすか。はあ、もっと喋りたいじゃないですか。マジっすか。あんまりね、ここの今日これで結構長くすると、うん、ワックさんに長いとか言えなくなるんで。そうそう。ちょっと僕らはね、文句言ってた手前ね、ちょっとね。いいじゃないですか。喋れるだけ喋りたいじゃないですか。あ、じゃ あのまた集めといてもらって番組の後半でもう一回。あ、なるほどね。うん、質問コーナーやりましょうかね。はい。ぜひぜひあの。たくさんお寄せください。あの泉さんに何に例えてもらうかっていうところがあるんで、まだあの、まだ質問亀で例えるとは思わなかった。はい、じゃあ、まあ、まあ後ほどということで、はい、じゃあその他の情報を、はい、お届けしていきましょう、はい、じゃあまずはコナミアーケードスプリングキャンペーンの方マッスルお願いします。はいはい、出てますね、画面出てます通りです、うん、こちら先週も紹介しましたが総額100万円相当のパセリや景品がもらえるビッグなキャンペーンです。ビッグや。はい、3月31日までの期間コナミの対象アーケードゲームをプレイしてeアミューズメントサイトにアクセスするとプレイ状況に応じて各種コースの抽選に参加できます、うんうん、応募コースは何種類もあり当たりが出ればその場で景品がゲットできるコースもあります、うんうんうん、応募やコースに関しての説明など詳しくはコナミ公式サイトからご覧くださいという感じです、はい、これもね、うんうん、あと1ヶ月なんですけど、うんうん、普段通りプレイしてるとさらにちょっとお得っていう感じなので、うん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 、ぜひやらないと損みたいな。そうですね、とりあえず、うんうん、応募してみれば当たっても外れてもとりあえず、うん、応募してもらうっていうのがいいかなと思うので、うん、サイトまだチェックしてない人は一回チェックしてもらって、うん、やることは簡単なのでプレイ終わった後にポチッと応募ボタンを押すと、うん、それだけになってるんでぜひぜひチェックしていただきたいなと思ってます。一つ確実に言えることは、はい、応募しないと絶対当たらないんですよ。その通り、はい、では次の情報いきます。はい、はい、ビートストリームのロケテスト情報です。はいはい、2月28日金曜日から3月2日日曜日まで、うん、名古屋コムテックタワーそして福岡ラウンド1福岡天神にて、行われます、うん、お近くの方はぜひ遊びに来てください。名古屋と福岡ですね、はい、泉さんもぜひ遊びに来てください。無理です。そんなにバッサリ切りましたね。即答じゃないですか。なんでなんですか。ちょっとなんで無理なのかちょっと何か例えて言ってください。例えるの難しいな。どれぐらい無理なのか例えるもんなんかな。01じゃちょっとあれなので、まあ、どれぐらい無理度合いを、何かに例えていただきたい。名古屋はちょっと歩いていくと1週間ぐらいかかるかなと。もうちょっとかかります、ね、もうちょっとかかるね。歩いていくんですね、うん、福岡はやっぱり1ヶ月はかかるかなと。それもあると思う。それ無理です。ないじゃないですか。だから結局仕事ちょっと無理ね。やっぱね、曲書かないといけないですから1ヶ月歩くとそうなんですよ、まあ、ちょっと無理かなというところで、うん、なかなかそんなフォロー自分でせなあかんって振らんかったいやでも泉さんの声聞いてないなと思って喋、ねうん、ってもらいたいな、まあ、ね、お近くの方はぜひ遊びに来てくださいって言ってますからね、うん、そうですね。泉さんはお近くないさすがにちょっとね、うん、神戸から遠いので、うん、もしかしたらこんなこと言っててももしかしたら実はこんなこと言ってひょこっとやめとこう。こんなこと言ったらなんかこうへんかったら怒られるから。そうですね。すいません。泉さんは登場しないということで、ぜひもう新作なので、ね、はい、今にの新作で、うん、いろいろジャイポのショーとかでは遊ぶことできましたけど、期待の新作です、はい、はい、遊んだことないという方、近くの方はぜひぜひ今にの新作、はい、楽しんでください、はい、体験してください、はい、お願いします。はい、続いての情報をお願いします。はい、じゃあ続いていきましょう。未来打楽器で緊急キャンペーン実施ということで、寒さを吹き飛ばせ寒いから熱い曲を遊ぼうキャンペーンということで、うん、なるほど、はい、インアミューズメントパスを使えば2曲が解禁なしでプレイできちゃいます。マジで、はい、キャンペーンは2月26日の15時からスタートいたします。はい、はい、ということで、はい、もう始まってるってことですね。そうですね、緊急というかもうね、ほんまや始まってます、ね、始まってるやんけ。なんで早行かなあかんやんけ、こんなもう早行もうこれラジオとかやってる場合やない。ほんまやで、はいはい、もう出てますけれどもね。プレイできる楽曲は渚の小悪魔ラブリーレイリオと灼熱ビーチサイドバニーとなっておりますので、皆さんこの機会にぜひプレイしてください。お願いします。はい、続いての情報泉さんお願いします。そうですね、来週3月5日水曜日にサントラ CD2 タイトル発売、うん、ポップミュージックサニーパーク、うん、オリジナルサウンドトラックボリューム2、CD のみの収録のロングバージョンなど
2枚組の大ボリュームです。大ボリューム、コナミスタイル版限定特典として、スペシャルブックケース、ポップミュージックカード、限定アイテム特典、限定アイテム特典コードがつきます。そしてもう1枚、ネットビーマニスタジアムオリジナルサウンドトラック、ゲーム内で解禁される楽曲をはじめ、CD 初収録となるロングバージョン楽曲も収録します。コナミスタイル版限定特典として、選手のリアルカードセット、限定アイテム特典コードがつきます。コナミスタイルで予約受付中ですのでぜひご覧ください。はい、ということで、ありがとうございます。そのまま読みました。いや、いいですね。選手のリアルカードセット、これいいんじゃないですか。これね、サイトでデジタルカードで、育てていったりとかしてたんですけど、あれの生のカードが、もらえるっていうところでカード消し続けて、特典としてつくということで、これいいですよね。いいですよね。やっぱり物があるのはいいですよね。どうですか、自分たちがそのカードトレーディングカードみたいなカードになるっていう気持ちは、この中で僕だけカードないんで。作ったらいいじゃないですか、一人でね、自分用にそれ寂しい、自分用にプリントアウトしてなんか似顔絵とか書いて作ろうかな。自分で作るのはやめようぜ。せめてティーダとかに頼む。そうそう、せめて頼む、作ってもらう、でどうなんですか、こうカードとかの評判とか。いや、自分こっぱずかしいな。自分がそういうアイテムになるっていうのは、僕のカードはそれ、そんなに割とキャラ化されてて全然王子が可愛い感じでしょうね。まあいいんですけどね。まあ僕も改造されてますからね。まあね、マトサイエンティストのリーダーに改造されてますからね。以上、どうなんですか、例えるとどうなんですか。例えると、例えるの、例えるんですか、あのカード。いや、面白いなと、カードさんの例えるとシリーズ面白いなと。甲子園で、ワード、いや、もう想像してますよ。だから甲子園今、想像してますからね、今。ですね、江夏投手が、はいはい、分かるかな、分かるかな、応援の名投手ね、江夏投手が暴投する。それぐらい珍しいことですよね。それぐらい珍しい、もうエナツがボーンと、こんなチャンスめったに見られへんぞっていうぐらいの、もうぐらい熱いものなので、これ枠ぐらいしか笑ってないんじゃないかなって多分ね。伝わってんのかな、このリアルカードの、いや、すごさ。ちなみにこの3人がエナツって分かってくれて嬉しい。ギリ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 ですけどね、ギリギリレジェンドですからね、レジェンド。はい、尺取りすぎやな、ダメですか、取りすぎ、もうめっちゃオーバーして、泉さんの話ずっと聞きたいんですけど、ずっと聞きたいんですけど、いや、でも次行きましょうよ、じゃあ、はい、次行きましょう、はい、来週3月19日とそのまた次の週26日水曜日にサントラ CD4 タイトルが発売されます。はい、はい、まず3月19日は、ひなびたビタースイートガールズが発売、そして、3月26日は、ギタドラオリジナルサウンドトラックサードシーズン、ユビート操作オリジナルサウンドトラックグルザイモン、そして泉睦彦サード、この3枚が発売になります。そしてこちら、好評予約受付中ということなんで、皆さんにお願いします。出てますよ、はい、ジャケット出てますよ。あ、出てね、これ初めてですか。ね、この前のジャイポで出したんだけど、あ、出てた、そうですね、で置いてましたね、出てたし、気づいてくれた、今何度っていう壮太さんの振りに対して泉さんが困ってる時に、サードのところ俺ずっと差し棒させてたの、これこれっっこれこれって、そうそうそうでした、はい、そうやってたよ、知ってたよ、知ってた、ちなみにこれ、3枚組で、一応116曲入ってて、決まりましたからね、116、とてもお得な CD となっておりますので、それもう泉睦彦フリークスでいきますから、もうほんまよ、1個のゲーム、ほんまよ、これ新作ゲームより多いんちゃうかね、っていうかね、前まで100曲ぐらい出てて、100曲って思ってたんですけど、それが116になって、その16曲増えるって、大体アルバムの多い方の曲数です。曲数、そうですよね、すごい泉睦彦マニア、えらいことですよ、本当に。皆さん予約お願いします。はい、お願いします。で、まあ
それだけじゃないですよね。それだけじゃないんですよね。指ビートソーサーの。そうなんですよ。いつもあの、うん、指ビートソーサーのサントラでおなじみとなった着せ替えジャケット今回も用意してますよということで、はい、今回はなんと特別に持ってきました着せ替えジャケットの画像を見れちゃう、画像を見れちゃう、準備してきました。うん、どうぞ。これどうですか。もうこのランランのミッションデルタのリサリシアのあれね、はい、収録される記念ということで、あのジョマバリな感じのリサリシアな感じのこれもその普通のジャケットとの落差がすごい、ね、いつも ね, もつもねこの違いを、ね、楽しんでもらおうというところなんですけど、今回もねかなりあの気合い入って、あのもう例によって例のことかあの人が書いてるんで、うん、もうまたやつかもう名前言ってやらないっていう、ね、最近 の, この名前が一人歩きするからもう名前言ってあげないという周知いやいや、はいはい、渾身の、渾身の、まあ、まあ、言おうか、ティーダ渾身の、うん、仕方なしに言おうか、仕方なし、ティーダ渾身のこのね、書き下ろしのジャケットなので、ぜひぜひあのこのミサイル版の特典ということなので、はい、ぜひ予約していただければなと、はい、はいはい、思います。うん、じゃあ、そうですね、質問がまたぼちぼち集まってるみたいな、ね、もう告知も終わったので、もうこれで何もなかったら終わっちゃいますよ、この番組が。あ、マジで質問、もう質問答えますか。答えましょうよ。なんかギタドラ答えましょうか。これいきましょうか。おグループ機能が好きだったのですが、復活は、あ、そういうなんかね、コミュニケーション的なやつは、うんうん、ちょっと視野に入れていきたいなとは思ってるんですけど、うん、まあ、うん、あのバトルは出るっていうのは言ってましたよ ね, もうね。そうですね、はい、バトルも、バトルはまあ今回紹介しなかったのはその、初回版には出ない、まだちょっとね、はい、遊べないんですけど、うんうんうん、いずれ遊べるようになるっていうところ で, ことです、ね、まあ、バトル、そうですね、これはどうかね、うん、バトル楽しみですよね、うん、はい、うんうん、でちょっと話それましたけど、はい、いいですか、はい、はいはい、で他に行きましょうか。ロング2曲以外に新曲ある、ロング2曲以外、あ、最初のバージョンですあります、うん、そう、もちろんありますよね。あります。なんかあの誰のとか言える部分1曲とかぐらい言っていいんですか教えてほしいな。知ってるけど、なんかじゃあ、王子の1曲だけこの人の曲入る、言ってください、マジで言って大丈夫ですか。大丈夫じゃない、ダメですか、やめておきますか。いやいや、マスさんが OK なら僕は OK ですよですねちょっとじゃ あの触りだけ、アーティスト名の、上の3文字だけ、上の3文字、はい、上の3文字ね、はい、どれやろう、うん、上の2文字にしとこうかな。2文字、下手、激、分かるやん、分かるやん、もうああああああれ、それ入んだったっけ違った、どうしよう、初回から入るかどうかも分かんない、適当に歌う、まあ、他にも ね, ね、いろいろ、まあまあいろいろ用意してるんで、楽しみにしておいていただきたいなというところですね。指ビートは、指ビートもありますよ、うんうんうん、だからね、さっきあったのが、うん、エディット譜面遊べますかと。ああそうね、うんうん、エディット譜面問題なく遊べますよ、はい、遊べます、はい。で月ごとの入れ替えはあるのって、これチャイプでも言いましたけど、ない、うん、なくなりますね、うん、入れ替えじゃなくて、あの、うん、前はねマッチングができなくなるっつって入れ替えがなかったんですけど、あ、入れ替えがあったんですけど、今回はちょっとマッチングセレクトっていう、ね、はい、あのそれを押すと、あのマッチングを優先して曲を選択するっていう機能があるんで、そっちを皆さんにこう優先的に選んでもらうことでマッチングを多くしようと。そうですね、解禁のマキアートとかでもそっちの方がちょっと有利だったりとか、ね、するので、まあ、皆さんにそれを選んでもらうことでマッチングがまあ多く、うん、発生して、こう初心者も、うん、あのセーブとされやすくなったりとか、そう、俺とかね、しょっちょう救うためにもね、皆さんマッチングセレクトで、まあ、どんな曲でも来いという自信のある人はぜひ、はい、マッチングセレクト選んでもらってというところでマッチングを、まあ、できるようにということで、まあ、曲多くなってもマッチングが保てるかなというところで、今回入れ替えはなしということで進めてますというところですね。お、スミス氏は次も登場する、はい、これね、どうなんですか、します。スミス氏出るんですか。出ますよね。スミス氏出ました、ね、だってあのジャイポの時のあれ出てましたもんね。そうそうそう、だしあのジャイポの時、俺そのスミスっぽい格好してたの誰あんまり気づいてもらえなかった。あれスミスをね意識した服装やったんですよね。ね、スミスどうなるんですかね、これからね。どうなっていくんですか。僕もよくわからないんですけど、どうしていったらええんかなと思って。
スミスはみんな、ね、みんながスミスに何を期待してんやろ。そうや ね、 ね。スミスとオトベアはどっちがやばいの？どういう質問？やばい。どういう何がやばい？例えるならなんすか泉さん。例えるなら。ああ、また出てきた。スミス氏とオトベアのやばさって。やばさ？例えるとどうなんですか？スミスはね。ちょっと無茶振りすぎ無茶しすぎましたでやめときましょうか、やめときましょうか、はい、もっと質問いきます、うんうん、これ番外編いきましょうか。番外編あります。大夏祭りのテーマは、ダンエボに収録されますか。じゃそれは僕らでは決めかねます。そうですね。次いきます。王子のポップンへのボーカル曲がご無沙汰です。あ、そうですよね。そのあたりはどうでしょうか。これも僕で決めれないんで、まあ、アピールはしますけど、あのポン君とかワックさんとかに言ってください、うん、そんなんでいいのかな。はい、もう一つ、所長さん、うん、ビートストリームで猫曲書きませんか。ビートストリーム入れてくれんのかな俺。っていうかこれ全部僕ら決めれないネタばっかりじゃないですか、うん、そうですね。番外編なんで、うん、交互期待っていう感じですね、うん、はい。なんかあるかな、うん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 、これユビートのサントラリロングは収録されますか。今回入るんですか。なんか今回はないですね。今回ないですか。うん、今回ないという残念ながらなしということで、うん、はい、はい、なとこですか、はい、まだありますか。これ分かんないですね、うんうんうん、そうですね。コースモードマッチングありますかってありますね。はい、あります、ユビートですね、うん、でコースの追加とか入れ替えありますかというところで、あ、入れ替えはあんの。入れ替えとかあんの。追加はあるよね。そうですね、今のところ、うん、まあ、入れ替えももしかしたらあるかもしれないですけど、うん、まあ、今のところ、まあ、序盤は特に追加、うんうんうん、とりあえずにそうですね、今は用意してる分っていう感じですかね。で今後どんどん追加していければなというところですかね。はい、で考えてますというところで、いやいやいつの間にか9時回ってますね。これ30分長い長い散々長い言ってたのに質問とか答え、いやいいじゃないですか。45分も喋っちゃってますよ。先週のね僕らのコーナーで今週長なりそうやなっていうタイトルつけたんですけど、今週の方が長いっていうのこれね、やってしまいましたね。喋ったな。だいぶあのワックさんが長くなる気持ちが分かりました。ワックに、ワックに言われるわ。喋ってるといろいろ喋りたくなる。そういうことですね、はい、でも大概マッスーさんが喋ってるんですか、ね、ごめんなさい、あの泉さんと話がしたくて。面白かった。いや、そう、ジャイポンの時泉さんとあんまりねお話できなかった。ジャイポンさん、泉さんの声が聞けなかったので、はいはい、今回はぜひぜひいっぱい喋ってもらおうと思って、はいはいはい、もうすお腹減りました。そもそも、ね、もうね、腹ペコ、最初に腹ペコ言うたから ね、 もうね、まあ、多分見てる人もね、お腹減ってきてると思う、うん、そろそろじゃあはい、じゃあまあそんな感じで、4人でお送りしてきました初コベビーマニ生放送過去借り、そろそろお別れのお時間です。はいはい、ことで、はい、なんかね、うん、生の怖さと生の楽しさを知りましたね。生の怖さっていうのは最初にあのエンディングの曲が鳴ってしまったりとか生の怖さなんですけど、生の楽しさは何かな、うん、突然エナツが出てきたりとかね、そういう楽しさがありましたね。いやほんまに、んー、どうなんですかね、これ今後もあるんですかね、こう神戸でっていうの。ぜひあの神戸がやっていきたいですよね、うん、いつもやっぱりどうしても、うん、ね、うん、神戸のメンバーってやっぱ録音になってしまってるっていう、まあまあまあね、うん、まあ、ぜひぜひこんだけ長いと、うん、いやみたいな感じ、もうこんな長かったらええわってツイートがいっぱい来れば、うん、多分なし、なな、大丈夫、あの泉さんがいれば大丈夫ですよ。いやいやいやそうか、例えるならあいつら長なるしもうやめとこうぜみたいな感じのこと、身内から身内から言われる可能性、スタッフから言われるっていうところもあります、ね、ほんまにワックさんが短いっていう風になるか、逆に僕らが長すぎて、あかん、この話すら長いと思います。あかんわ、あかん、ここも長なる、もうわかわかちゃんと締めよう。はい、じゃあ次回あるのかないのか、それではさようなら、さようなら。